おはようございます。香織です。私はこの回では、量子意識とは何かとかね、量子意識を、デフォルトで持っていたいとかね、そういうお話をしているのですが、その量子意識を考える上で意識しているものが、対極にある概念ね。だから真逆にあったり、普段は両立し得ないような概念を両立させる、同時存在させて、爆発的な効果を出すみたいなね、その量子コンピューターと、似たような働きを指すんですよね。なので、じゃあこの真逆の概念って何があるかなって普段考えているのも、ちょっと楽しかったりして、でね、結構いろいろ書き出してたんですよね。で、それをね、今日はまずね、紹介したいと思うのですが、まずね、ちっちゃいものとね、おっきいもの、これも対極にありますよね。で、ちっちゃいもので、最初は素粒子で、これに対しては大宇宙かなとかね、無限に広いという意味の大宇宙ね。あとはね、本能とね、知性ね。で、これもね、ちょっとまとめてお話ししたいなと思いつつ、なかなかまだうまく言語化できてないけれども、確かにこれも対極概念だなとね、思うのが本能と知性で、これをどっちかに価値を置くのではなくて、両方大事でうまくバランスをとっていくという生き方が、多分ね、人間にとってストレスがないっていうかね、自分の幸福追求する上で考えてみると面白いテーマかなと思うのがね、本能と知性ね。あとね、高貴と下賤ってあるんですよね。だから高貴な身分の人、貴族と、あとは下賤の人、身分の卑しい人でね、今政治家はみんな貴族になっちゃってんだよね。で、この下賤の気持ちがわからない。でもこれ両方理解できてる人がやっぱり政治家になるべきだろうなとかね。そんな意味でも、この高貴と下賤を、いろんな角度から考えていくのも面白いかなと思ってるテーマで、あとはね、ちょっとずらっと読んできますね。あとは一部と全体ね。とね、可能性があると可能性がない。可能性と不可能性。これもね、結構深いテーマでね、になっていくと思います。あとはね、そのルールとね、無法ね。対極の概念もね、ピックアップして見るだけでもね、面白いなとね。で、私はね、この究極の対極概念はね、知っていると知らない。で、ここをね、よくよく考えていくことが、その量子意識の体得にね、つながる、重要ポイントっていうのかな。これは、外しては語れないのが、無知の知ですね。から、じゃあ自分は何でも知ってる。もう大人になったし、いろんな体験をしたから、もう私は一丁前ですとか、一人前ですとかね。一角の人間になっていますが、これが一番まずいわけです。量子意識を体得する上で、自分はもう全部分かっちゃっていると勘違いしてしまうと、それはもう量子意識の体得を諦めましたと言っているに等しい態度になってしまうんですよね。だから、相当頑張って勉強したとか、困難を乗り越えたとか、とても不思議な体験をしましたとかね、そういうことがあっても、そこはまだまだ入り口に過ぎないっていうね、まだまだ私は何も知りませんという態度がないと、この量子意識っていうね、これ神意識のことだと思うんですよね、多分ね。で、そこには行きつけないでしょうね、とてもね。 今の自分で十分なんて思ってしまったら、もうそこで終わりなわけです。量子意識は、
もう諦めましたってことになってしまうので、ここをね気をつけないといけないなっていうね。で、私はそのフォトリーディングをねすることによって、なんか私どんどん賢くなるわみたいになってるわみたいなねちょっとその高揚感に浸りそうな自分をちょっと抑えるということもね気をつけてます。でね、フォトリーディングのメソッドもねちょっと改良してます。で、今はねまずフォトリーディングしますよね。バーッと一冊、まあ、5分もあればフォトリーディングができます。パッ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 って、ね、画像処理するだけなので。で、その後もねもう一個手間を加えようかと思ってて、それはね視聴者の方に教えていただいた査読というねプロセスをもう一個加えて、その本の中身を落とし込んでいこうかなとね今は考えていて、だからパラグラフごとに、もうちょっとこう時間をかけてフォトリーディングをするね。で、著者の意図に自分が慣れるところまで、まあ、繰り返すっていうかね。なので私は今はね本を何冊か借りてきて、あ、これなんかじっくり読みたいっていう本がやっぱりあるんですよね、中にはね。でもそこをぐっと押さえて、まずはフォトリーディングをします、で査読をします、でそれでね結構入ってくるなってことにね気づいてきました。で、最近ね読んだね本の中の言葉でちょっとびっくり仰天した言葉をね今日は紹介したいのですが、それはね泉房穂さんの本の中でね、裏切られた時の対処法っていうか気持ちの持ち方を書いてあって、で私は泉さんの方は何冊か読んでいるのですが、初めてね20代の人に向けての本なんですよね。で、その中で裏切られた時私は嬉しいってこれぞ人間模様って感じでね、嬉しいっていうか興奮するっていうかね、いや、この場面に出会えたことがラッキーみたいなね、その気持ちにねするんじゃなくてなるって書いてあって、もうびっくり仰天ですね。こんな境地ってあるのっていうね、なんか裏切られて何年もこうずっとその人のことをこううじ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 考えていた私は何だったんだろうみたいにね、本当に無知の銃がねそこにあったんですね。こういう境地もあるんだとね、はい、だからやっぱり泉さんは裏切られる場面があったんだなってまず思いました。はい、だってねあれだけ明石市で改革をして、まあ、敵がいっぱいいたわけですよね。で、最初はその泉さんの側に立って一緒に、泉さんを応援したり同じ主張で頑張ってくれてた人に裏切られた場面がやっぱりあったんだなってことがね、驚きというかね、それを知ったことがちょっと衝撃だったんですよね。で、それ以上の衝撃はそんな辛い裏切りの場面を楽しんでいた。ね。おお、こいつ裏切りよったわ。こいつも人間だったか、とね。そう考えたっていうんですよね。で、それができるのはね、やっぱ相手の立場になりきるってね。相手の立場から見たら、この出来事はどう映っていて、自分の損得感情とか保身を考えると、あ、裏切るという行為に至ったのか、あ、これは人間ドラマだなとねそう楽しむっていうね、ちょっとこの発想はね、私はちょっとね いただくことはできるかどうかね、はい、でもそういう発想もあると知るだけで、自分のねがまたどこかでね裏切られた場面でも、あ、そういえば泉さんはこう考えるんだなっていうね、その思考の選択肢がこう一個増えただけでもね、すごくこう豊かな気持ちっ
っていうのかな、まあ、生きやすいって感じですね、うん、知識が一つ増えることによって自分が生きやすくなるっていうね、このメリットは大きいななんてね、はい、今日はですね量子意識を体得する上での対極の概念の中では、まあ、無知の知をがね、一番大事ですというお話からの、裏切られた時の対処法、心の持ち方というお話でした、はい、最後までご視聴いただきアンカトー、またやります。ではまた、バイバーイ。